どうも、世界数少ない100億人のカラコマの皆さん、おはようございます。1月19日の今午前6時23分ですね。はい、今日はですね、友達の、お家に泊めてもらいました。はい、でこれから名古屋に向けて出発したいと思います。はい、西村さんはちなみに、まあ、電車で行って、現地で交流したいと思ってます。はい、なんかバイクでね、今東京にいて、東京から名古屋までの時間を調べたら8時間半かな、8時間半ぐらいかかるみたいなんですね。しかもそれ車の移動時間で8時間半なので、だいたいね 1.5 倍とか2倍とかかかる可能性があるので、はい、まあ1.5 倍ぐらいかな、12時間ぐらいかかるかもしれないと。しかもめちゃくちゃ寒いですね。果たして教授につけるのか。はい、そんな感じで、まあ、安全運転で行っていきたいと思います。はい、じゃあ行っていきます。ハロー、西です。はい、どうも。はい、これから東京で行きます。はい、もう名古屋行くんでね、大荷物です。こんなんよ、うん、今ね、今ホームライン歩いてるんですけど、まだ東京です。今品川駅です。でここからね、新幹線で行くんで、まあ2時間ぐらいですね。で名古屋到着しますんで、楽しみに行ってこようと思います。ブイブイ。カラコがやっとホテル着いたの。すげえクタクタになってる。こんなにきつい。これこんなバイク乗ってたことも人生ないし。ああ。何時間かかった結局？今日6時半に出ましたからね。朝6時半。だよね。もうあと6時半の時点でツイッターなんか上げてたもんね。そう。だから14時間でしょ？はあ。まあ90分ぐらい休んだとして。13時間半。そしてね、海物語の1000円3回ぐらいしかダイブ打ってる方がまだマシ。それはだいぶだね。ほんとつらかった。お疲れさ。途中で6000円ぐらい罰金取られて。はい。もうそんなの別に正直どうでもよかったけど。ああ。真冬はきついですね。いや、きついだろうな。まあ、ちょっと今日はゆっくり休んでくれ。いや、でもね、思うのは本当にね、もうこんなきつい状態ですけど、まず西村さんがカバンを持ってくれたこと、はい、これ持ってくれなかったらかなりきつかったし。いや、きついと思うよ。うん、しかも雨も打たれてない。うん、これは良かったなっていうのは思いますね。だね。だって昨日は雪降ってたもんね。積もんなくても良かったしさ。うん、暖かかったよね、比較的な。決めたのは、うん、もう本当に、うん、沖縄行くじゃないですか。うん、沖縄行ってそっから関東までバイクでもう一回戻るの僕無理。絶対絶対無理。絶対無理だな。うん、だからそれは無理だ。もう沖縄でバイク売るか、うん、フェリーで、まあ、東京とか神奈川に行く便があれば行くか。はいはい、もう選択肢乗って帰りはもう絶対しない。まあそうしよう。ちょっと命のためにそうしよう。本当にいい記憶になりましたわ。ついな。うん、次は車にしよう、もし行くんだったら。じゃあお疲れさん。ありがとうございました。はい。